はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田工芸室の皆さん、覚えて帰ってください。というか、今回ですね、リクエストいただきまして、京志郎をね、使ってきました。はい。まあ、結論から申し上げましょう。5000目って1勝4敗でした。はい。まあ、それは、まあ、京志郎は弱いとか、ああだことじゃなくて、普通にこの、まあ、見ていただいたらわかるんですけど、まあ、敵、ね、もう緑4なんですよね。で、ここなんですけど、普通になぜ歌はそっちに行ったのって感じなんですよね。僕からしたらそっち行かしてほしかったんですよ。食事増加もあるし、そこを抜いて、次の裏取りにつなげるっていう形が良かったんですけど、なかなかちょっとそのこの一筋一筋とか僕の思いが伝わらなかったんで仕方がないんですけど、まあ要はこの青緑環境で、あでここね、まあ裏取り行くんですよね。でマレイリーしっかり、まあ、警戒してるんですけど、やっぱりね、しっかり回避とか使わずね、吐息を漏らさず行けば、まあ、気づかれずに行けるんで、ここは強いですよね。まあミリなんでね、これ落とそうかなと思って、まず無駄回避待ってやってるんですけど、まあこれは仕方がないですね。通常に合わせられました。はい。でも通常振って、で、ジャスカイをジャスカイしようかなと思うんですけど、それはうまくいかなくて。で、無駄回避したんで落とそうかなと思って、さすがレリーですね。スキルの出がめちゃくちゃ早いんで、先にやられてしまいましたね。まあこれは仕方がないかなと思います。はい。で、僕よく青属性でね、まあまだまだありますよみたいな動画上げるじゃないですか。まあ、やっぱそれって一つこう突出した能力がありきなんですよね。例えば、ユメルフィの超絶火力、まあタイプチェンジとか、まあレッドナミで言うところの、ステルス。まあ、あれもすごくトリッキーじゃないですか。で、カイドウで言うと、超過、鳩の超過、そして無敵スキルもあって、まあ本当にもう、唯一無二の特性があったりとか、まあ割と青属性って面白いんですよね。なんか無限ジャスカイできるとか、ナゴミの無敵張れるとか、まあなんで、それに比べて京志郎って結構素直なゲッターなんですよね。その相手の旗に移らないとはありますけど、もうそのこの今の時代になってそれって別にそこまでトリッキーでもないし、まあ難しいわけですよ。で、まあ通常攻撃とか、まあ、スキルとかって本当にごく一般なゲッターなんですよね。まあ、そういった中でこういう風にシャンクスばらまかれてしまうと、やっぱりちょっとこう活躍の目っていうのはね、出にくいのかなっていう風に僕感じましたね。割と得意なステージで僕選んだんですよ。このワノ国と、ドレスローズの街ステージっていう、ゲッターにとっても得意やし、で僕個人としてもすごく自信のあるステージになったんですよ。まあ、それでちょっと勝てなかったんで、まあちょっとランキング高いってのもあるんですけど、なかなかにね厳しかったんですよね。何位の攻撃が入らない入らない。ちょっと今回ね、火力のメダルを誰だっけ、京志郎に振ってるんで、ちょ、今回、レルナミの火力出ないんですけど、まあちょっと厳しいですよね、まあこういう感じで。で、ここね、しっかりね、と話す、やるんですけど、先発しちゃうんですよね。何やってんのみたいな、本当に。これはちょっとダメでしたね。味方に助けられた試合なんですけど。っていう、これが唯一の、勝ち星なんですよね。いやね、ちょっときついっすね、マジで。トレーボルとかもいるとね、なかなかになかなかなんですよね。で、ここ、そうそう、こういう風に C 肌ね、いけるのが、まあ、理想なんですね。C 肌、C っていうか、まあ D か、わかんないですけど、ここはちょっと僕が雑感見せれましたね。てか、なんで強襲打ってきたのかな、わかんないですけど。で、ここはね、まあ、敵の落ち直してバシッて決めるんですけども、まあ、こうなったらもうおしまいですよ。うん。あとは、ちょっともう味方のフォローを待つとかね。もうその時間稼ぎしかならないですよね、本当に。で、こうシャンクスね、来てくれてね、これマジナイスフォローですね。トレーボルが来ると、もうお話にならないですよ。トレーボルなんてマジで。無理なんで、まあ、僕はここされます。はい。あ、ちょっと、やるのかな、頑張ってやるのかな。さすがに厳しいかなと思ったのかな。まあ、ちょっと通常分回しますね。当たれ当たれ当たれと思いながらね、はい。これ当たるんですね。これ大きかったですね、マジで。おお、40% 引いたかって感じでね。これはジャスカ回避決めなくちゃいけなかったですね。これは僕が下手っぴです。でもまあ、ドラム等とか、なんだっけ、モリアのいるステージ、まあとか、あそこら辺の方をチョイスした方が良かったかもしれないですけどね。これの1個前がそれやったんですよ。神ステージやったんですけど、ちょっと僕寝てたんで、昼寝してたんで、潜れなかったんですよね。潜ろうと思ったんですけど、ああ、寝てしまったってなったんで、まあちょっとステージ選択もなかなかシビアになってくる、まあキャラなのかなと思いますね。はい。まあやっぱり、そういうステージね、シャンクス立ち回りにくいんで、ドラム塔と、どこでしたっけ、あそこ、ね、モリアにいるステージ。で、ここいいですよね。この、なんすか、ナミが凌辱されてるじゃないですか。あ、ひゃ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 って感じが。これはちょっと、トレーブルナイスかなと思いましたね。で、まあね、こうやって巻き返されて、残り、
1分というところで、これ絶対に1音にはできないんで、させてしまうんですけど、間に合わずにね。まあでもやっぱ式早いですよね、強いし。この立場がなんとかしてほしいですね、マジで。で、まあこんな風になんか、めっちゃね、わーってくるんですよね、本当に。まあなんでこれはもう、絶対に次取らせまいという思いでね、次の派で行くんですけども。まあ、ここはナイス KO でしたね、おそばマスク。うん。まあ、おそばマスクもね、旗じゃない、おそばカード切れてしまえばなんとかなるんで。で、ここはしっかりスイッチして、僕はあっちに行きますね。はい。ただね、このミリでもう特性がないんですよ、彼には。で、足遅いじゃないですか。何の価値もないんですよ、こいつね、今。なんで、早く殺してくれって感じなんですよね。レッド波に繋ぎたいんですよ、僕は。殺してくんないんですよね、多分。多分今わざと生かされてたんじゃないかなと思うんですよね。なんで攻撃してこないのかなと思って、まあ、ちょっとそういう立ち回りもしてくる状態は、うん、なかなかシビアですよね。でこうなったらですよ、もう無理なんですよ。もうゼファーとトレーブルが真ん中にいて裏取りまでの距離が遠いとなるともうね終わりなんですよね。まあなんでこういう感じで、まあ、進んでしまうっていうね。まあでも今の場面でね、裏取りなんか行ってたら取られてしまうんで、守るのが正解やったし、うん、じゃあどうすればいいのって感じなんですけど、難しいですよね。本当にそういう立ち回り判断っていうのはマジで。で、こっからですね、3戦目。まあ同じように僕は攻めていきますよと。はい。この無駄回避をね、スキル合わせてるんですけどね、ここに無敵やられちゃうともう何もできないと言いますか。うん、まあ厳しいですよね。で、ここからナミさん。ゼファーね、もう前に上がってきてるんで、ここはね、もう、隙を見てね、4本目狙いに行きますね。しっかり、隠れてね。あんまり見せてしまうと、すぐ行ってしまうんでね、味方、敵の人が裏に警戒して、はい。赤いね、こっち来るなと思いながらね、見事来なかったんでね、抜きますね。もうちょっと行ってから逃げてもよかったですかね。ちょっとこれバレてしまったんで。でもさすがにここは、抜き終わり、どすこいとこうね、やられてしまうんですけども、まあこうなったらもう別に守る必要もないんで適当に通常振ってね、もうこっち行きますと。今のシャンクスナイスフォローでしたけどね。でまあ僕はあっけなくやられてしまうと。これねまあ4本今ちょっとキープ気味にできてるんで、これは美味しいですねマジで。2回目のブースト呼び込めるし、まあ波1回1本抜いてるんでね、5% のブーストゲージ溜まってるんで、まあでも最低でも3本は抜いてきたですよね。2、3本は波で。で、ここ、いい火力入ってるでしょ。もう、おでんミリですからね、今のおで。すごくないですか？これがね、京城のね、高火力スキルなんですよね。まあ、ただやられてしまうと。まあでも、旗を守るという意味ではね、いい活躍をしてくれたと思いますよ、本当に、京城は。で、ここからまたナミさんと。はい。まあ、敵もね、1人目、新田さんがいるんでね、まあ、どうしようかなと考えながら、もう一回行きますね。で、裏行くんですね。まあ、ゼファーね、通常が怖いんで、で、シャックス、こいつがね、ちゃんと見とんすわ。多分、ジャックスさんですよね。くそ、ほんとにね、まあ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 、偉いっすよね。ちゃんとこう、立ち回れる、裏も警戒できるね、シャンクスで、ほんとに、よくやってると思いますよ。ほんとに、はい。やっぱ、こういうシャンクスがいると、ね、味方はほんとに強いですよね。バカみたいに突っ込むだけのシャンクスじゃなくて。で、ここね、先っちょが立ってね、僕の先っちょが入りまして、これはいい感じに行きましたね。で、まあ、こっからね、まあ、赤犬タイマーで、通常に合わせてやったんですけどね、なんかね、入ってんのか、立ち爆してんのか。そうそうそう。なんでと思って。その位置に残す特性、もう配信にしていいと思うわ。本当に。ここまでの環境になったら、もうそういうこだわりはいいんじゃないのって思いますね。で、またしてもジャックさんにやられていくと。で、ここからですね、残り10秒。もう何もすることはありません。もうこうなってしまったら。はい。まあ、序盤ね、良かったんですけどね、まあ、見事巻き返されてね、負けるという試合でございました。じゃあ最後、パーティー紹介いきましょうか。はい、ということで、試合3連戦、いかがだったでしょうか。まあ、京城ね、まあ、この厳しい現実を、ちょっとお見せしてしまったかもしれないですけども、まあでもね、可能性はあるんですよ。あるんだけれども、ちょっとあまりにも環境が緑。本当に一撃必殺緑っていうのがね、ちょっと厳しいのかなっていうところが、ちょっと現実で、ちょっとこの覚悟は、これね、HP1 もいいと思います、本当に。そういうのはなしにして、ガリガリに、ゴリゴリにやってほしいですね。で、まあ、波は、今回はこんな感じでございましたと。まあね、本当にステージ選択、
そして姿が見えない戦時選択、まあドラム等とか、まあ試合中にも言いましたけれども、スリラーバークですね、やっと出てきました、モリアのステージ、スリラーバークですとかがまあ本当にやれるんじゃないかなと思いますね。うん、まあただ本当に僕は京志郎好きなキャラですし、強いんでこいつは別に育てる価値はあるんですよ、絶対に。別に100、別にオバブしろとは言わないですけど、別に100あって全然いいと思うんで、まあ環境もねまた変わりますから、絶対に。今はきついけど、じゃあそのきついうちに育てといて有利な属性になった時にじゃあ花開かせましょうよって感じでね、あの今のうちに育てるのはもう本当にありだと思うんで、まあ絶望せずに頑張っていきましょうよということをお伝えしたいです。ということで今回はねここら辺で終わります。お相手は塩田浩樹でした。それでは皆さん、さよなら。